皆さんこんにちは、トライアンドエラーです。この番組は川原学園声優タレント科の学生が気になる情報を学生目線でお届けする番組です。いや今回もね、新しい人が来てますよ。いや可愛らしい女の子が来てます。それでは早速紹介しましょう。どうぞ。はい、電波の海からこんにちは。瀬戸内が生んだ人魚姫、川原学園声優タレント科1年生黒川紗衣です。さえピーと呼んでください。はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで第37回はてるつきとさえピーがお送りします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでね、暑いね。暑いですね。今日もいい天気だよ。すげえ暑いわ。いやー、さえピーちゃんね、はい、よろしくお願いしま す。では早速ですが、さえピーちゃん、はい、質問していきますよ。はい、はい、じゃあさえぴーちゃんがこの学校で、まあ、2年間あるんですけど、はい、その2年間でしたいこととは何でしょうか。はい、お腹から声をしっかり出せるように腹式のトレーニングを頑張りたいですね。で、あとそれから人前に立つことに慣れたいです。へえ、じゃあさえぴーちゃん結構緊張するの。はい、しちゃいますね。はあ、人前が苦手。ちょっと苦手ですね、まだ。はい、あ、俺もね、ここ入ってきた時はすんごい緊張しいで、もう人前に立ったらバク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 心臓鳴ってさ。そうなんですか。もう本当にすごい緊張するよね。もうな、何もかも忘れちゃう感じ。それはわかる。じゃあわかりますね。どうしよう。真っ白真っ白になるよね。じゃあ腹式呼吸も、はい、ちょっと授業も始まってね、まあ数日経っていると思うんですけど、はい、じゃあその何、自主練習とかでも結構腹式呼吸ってやってるの。はい、家でよくやってますね。あ、まあ家でもできるもんね。はい、はあ、腹式呼吸か。俺もできてるとは言えないけどね。でもやっぱり普段することもないからね、はい、やっぱ難しいよね。そうですね。まあね、まあ、授業でも何でも頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあ次の質問です。はい、あなたの好きなことを教えてください。はい、好きなことはダンスとメイクです。ダンスとメイクか、はい、メイクは俺全然わかんないけどでもダンスはわかるよ、はい、俺もこの学校入ってダンス結構ね気に入ってるからね。じゃあダンスを好きになったきっかけってあるの。そうですね、幼稚園のお遊戯会の時に目覚めました。幼稚園で目覚めたの。目覚めちゃいました。え、何、じゃあ習い事とか全然やってないです。やってない。え、じゃあ完全に趣味で踊ってるの。はい、趣味です。はあ。なるほど、すげえな。え、じゃあ何、体柔らかいの。全然です。カチカチです。カチカチか、はい、どうしよう仲間仲間だ ありがとう神様、ありがとう。いや、体硬くてもダンスができるということですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、俺も頑張れる。はい、はい、というわけで、はい、次、じゃあさえぴーちゃんの好きな舞台か映画何かあればお願いします。はい、最近は 2.5 次元ミュージカルが好きです。 2.5 次元。はい、 2.5 次元。2次元と3次元の狭間です。あ、じゃあリアルとアニメの間中の世界。そうです。はあ、何それそうですね、うん、今生きている人間、つまり3次元の役者さんが2次元のアニメのキャラクター、もしくは漫画のキャラクターを演じる、これが 2.5 次元です。え、実写映画ってやつ。実写映画、もうどうなんでしょうね、うん、舞台とかミュージカルをもう 2.5 次元と最近は呼ぶんですが。 2.5 次元舞台。はい。はあ、なるほど、そんなのがあるんだ。あります。え、じゃあその中で気に入ってる作品はありますか。はい、ミュージカル刀剣乱舞が好きです。刀剣乱舞。はい。はあ、なんか聞いたことある。なんか女の子にすごい人気なんだよね。そうですね。へえ、なるほど、ありがとうございます。では最後に、はい、じゃあサエピーちゃんがこのラジオに対する意気込みをお願いします。はい、聞いていただいている皆さんに楽しんでいただけるように、そして私自身も楽しみながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速サエピーちゃんのおすすめの曲を1曲皆さんに聞いていただきましょう。バルキュリーの今宵月の館にて。お届けした曲はバルキリーの今宵月の館にてでした。
7月に入って暑くなってきましたね。そうですね。サイピーちゃんは、はい、夏を感じるものって何かありますか？そうですね、家で扇風機を出したりとかすると夏だなって感じます。あ、扇風機か、はい、なるほどね。クーラーとかつけてないの？クーラーはまだつけてないです。マジで？はい。今もう暑いじゃん。暑いですけど。つけないの？これから8月とかが待ってるんですよ。今つけたら8月どう生きていくんですか？どう、氷と一緒に過ごすかな。ペンギンみたいですね。まあペンギンもね、可愛いよね。はい。いやー、俺はね、やっぱりそうだな、夏を感じるもの、なんかよく車に乗ってお出かけするんだけど、やっぱりもうこの時期になるとさ、どこ行っても氷って出てるじゃん。そうですね。そう、氷って出たりとか、冷やし中華始めました、ああいうの見ると、うわ来たよ夏、暑っ、もうさえはががってなるんだよね。なりますね。なる。俺はそんな感じかな。そうですね。いや夏ね、もう冷やし中華始めましたって見たら、もうそのお店直行だよね。直行ですね。麺大好きだしね。そうで、美味しいですもんね。美味しい。いや、かき氷も食べたいな。美味しいですね。じゃ、かき氷よく食べる？かき氷よく食べますね。わあ、好きな味は？いちご味です。いちごか、なるほどね。俺はね、みぞれなんだよ。みぞれ。そう、いちご味のいいとこ教えてよ。いちご味ですか？やっぱ万人受けがいいですね。この味好きって言ったら、あ、わかるって絶対帰ってきます。なるほど、俺と正反対だね。俺、みぞれって言ったら、何それっていうのがよく帰ってくるんだよ。みぞれなんだっけ、みぞれって意味でね。みぞれ。そう、あのさ、説明難しいけど、透明のね、シロップみたいなやつ。氷が溶けるだけって感じ、見え方はね。それはそれ、色もないし。そうだね、なるほど。それがね、夏を感じるものだな。はい、ね、扇風機もありだな。俺はもう今クーラーガンガンにつけてるよ。ガンガンにつけてるんですか？外出たくない。体調にはお気をつけください。はい、ありがとうございます。そういうわけでね、暑くもなってきてね、はい、夏バテ防止、これもね、結構ね、もうみんな取り組んでると思うんですけど、さえぴーちゃんは何かやってる？そうですね、水分をよく取るということと、うん、あと個人的にレモンを入れるようにしています。レモンか、はい、俺も好き。俺は蜂蜜レモンを食べてるんだよね。はい。ね、それはね、その、なんだ、まあ、知ってる方も、まあ、多くいらっしゃると思うんですけど、レモンを輪切りにして、で、そのね、輪切りにしたレモンを蜂蜜につけるんですね。それを皮がついた、その何、輪切りにしたレモン、皮ごとパクッと食べるんだよ。美味しそうですね。それがめちゃくちゃ美味しいんだよ。これをね、そのなんだ、中学生の頃から高校卒業ぐらいまでずっと、そう、毎年夏ね、作ってくれてて、はい、それを食べて私は今まで生きてきた。おー、あれは効くよ。効きます。食べてみて。食べてみますね。甘いし酸っぱいしって感じ。美味しいですね。絶対美味しいよ。食べて。食べます。俺作れるか分かんないけど、もし作れたら持ってくるよ。あ、楽しみにしてます。作れなかったら、もし俺輪切りするの難しいって感じたら、レモンと蜂蜜持ってくるから。もう2つだけ、はい、だからあとは頼むね。あ、分かりました。頑張ります。材料は持ってくるから。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、でね、夏って聞いて、もう一つエピソードがあるんだよ、はい、ちょっと思い出した話があるんだけど、はい、これね、去年あたりかな、僕の母が、仕送りをしてくれるんだよね、はいはい、うん、夏になると仕送りしてくれるんだよね。で、その、大きい段ボールが届いたんだけど、その中身を開いたら、枕カバー、はい、ひんやりする枕カバー、そう、ひんやり気持ちいいやつね、はい、と、シーツ、ひんやりシーツ、ひんやりシーツ、そう、ひんやりシーツ、はい、もう入ってたんだよ。それはわかるんだよ。そうですね、ありがたい。一緒に入っていたのが体温チャージなんだよね。体温チャージ、いや、塩分チャージじゃないのって、この時期に。そう、なんでこのめちゃくちゃ暑いこの夏に体温チャージ食べなきゃいけないのと。おかしいじゃん。そうですね、生姜味って書いてる。生姜味、生姜エキス配合。いや、違うねんって。俺、体温めたいんじゃなくて涼しくなりたいんだよ。そうですね、し、塩分を取りたいの、ね、なんで生姜やねん。
おかしいやん。おかしいですね。そこめっちゃ突っ込んだからね。電話したよ。電話しましたね。それは母さん仕送り届いたよ。塩分チャージじゃなくて体温チャージ入ってんだけど。俺もうあったかいよ。夏だよ今、あったかいよ。母さんもあったかいでしょ。塩分チャージが欲しかったんだけど。あ、ごめんね、入れ間違えた。だからみんな入れ間違いには注意しましょう。しましょう。はい、はい、続いてはこのコーナー、今日は何の日。本日7月10日は納豆の日です。納豆というと栄養素が豊富で健康にも美容にもいいんですよ。おお、美容にもいい。じゃあ女の子は結構好きな子多いんじゃない。はい、あ、でも匂いが気になるという人もいるかもしれません。なんだよ、納豆の匂いいいじゃん。俺は割と好きだけどな。そうですね、私も結構好きな方ですね。うん、うん、で納豆なんですけど、そのまま食べるというのも美味しいんですけど、アレンジレシピもありまして。お、はい、まあ、世の中の女性は大体トマトとオクラを合わせるというのが好きだそうですよ。オクラはわかるけどトマト。はい、この夏にさっぱりすることができるトマトを混ぜてみるという。合うんだ、はい、トマトと納豆。そうですね、それにドレッシングを入れてみるというのもまたおしゃれらしいですよ、うん、そのドレッシング合わせるっていうのは、その何、ごまドレッシング、シソとかいっぱいあるけど。そうですね、もうお好みに合わせてどうぞという感じですね。その人のお好みに合わせて。はい、なるほどね。今度試してみようかな。はい、ぜひどうぞ。ところでてるちきさんは何か納豆のおすすめの食べ方などはありますか。ありますよ。俺ね、結構納豆大好きで、あのね、なんだろう、納豆とオクラと卵、醤油、これを合わせて納豆、オクラ、卵かけご飯を食べてます。おー、新しい気がします。これが合うんだよ。合うんですね。さっきもね、サイピーも、はい、オクラ入れてたでしょ、はい、美味しいです。オクラと納豆合うよね。合いますよね。合う、はい、それの、その、ね、卵かけご飯バージョン。バージョン、そう、それが美味しいんだわ。美味しそうです。あ、いや、今度はそれにプラストマト今度は入れてみようかなって、はい、ぜひ試してみてください。あ、試してみます。ありがとうね、帰って食ってみるわ。はい、はい、他にもね、7月10日は指笛の日。指笛の日、そう、これもあるんだよ、はい、この指笛の日っていうのは、まあ、2006年の6月に沖縄県の指笛愛好家グループ指笛王国沖縄が制定して、で、その指笛って口の中に指を入れて音を鳴らすじゃん。はい、これできる？できません。俺もできません。だからここで試すことができません。そうですね、できません。できません。まあ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 、指笛ね、まあ、できる方も結構いらっしゃると思いますが、まあ、そのね、口の中に指を入れて音を鳴らすもので、沖縄の音楽やお祭り、応援などに欠かせないものであると。そうですね、そう、そういった形になってるんですね。はい、で、7は鍵型に人差し指を曲げて吹く形が7の数字に似ていることから始まってるんですね。なるほど。で、10っていうのは10本の指を使ってさまざまな吹き方ができることから、またエイサーの盛んな夏の初めがふさわしいとして7月を記念日としたんです。そうなんですね。そう、いやー、これね、ほんと不思議だよね。今まで全然気づかなくて、人差し指曲げてそう口の中加えてフーってやるじゃん。そうですね、音なんないけど。まあ、なんないんだけどね。なりませんね。それが、まあ、7ね、うん、これが7月で、10本の指を使って、あ、そうか、まあ、なんか洋画とかで見る、そのなんか薬指をやって加えてやってる人とか、本当ですね、見るけど、どの指もね、一緒の音しか出ないんだよ、俺。ふーっていう、もう何も出ませんよ。何も出ないよね、無理無理。まあ、これできる人はね、すごいです ね、できる人って。いや、指笛ね、吹けるようになりたいわ、はい、なんか俺の中ではなんか指笛吹ける人かっこいいなって思うんだよね。そうですね、かっこいいですよね。かっこいいよね。あー、吹けるようになりたいわ。モテるかな。モテますね。ありがとう、頑張ってみるよ。はい、はい、以上、今日は何の日のコーナーでした。
続いては新居浜情報です。7月12日日曜日と7月16日木曜日は育児についてワイワイ語ろう、出産後の両親学級、産後の学びとおしゃべりリフレッシュ会が開催されます。お時間は午前10時半から正午までとなっております。スイーツカフェママズリヒト、この場所はですね、西条市丹原町くるみ683-1です。参加費は資料代として500円プラスワンドリンクとなっております。こちらのイベントはですね、中止延期になっている場合がございます。お出かけの際は新居浜市の地域情報サイトマイプレをご確認ください。はい、他にも赤金ミュージアム新居浜美術コレクション展示特別編というものも開催されております。時間は午前9時30分から午後5時になっております。開催場所は新居浜市栄町2丁目 8-1 の赤金ミュージアム展示室1にて開催されております。この展示はですね、現在新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって外出や活動が自粛制限される中、少しでも旅気分を味わっていただけるような旅を想起させる作品などを約30点展示されているそうです。旅ということでてるちきさん、何か旅の思い出などはありますか？ありますよ。あのね、今でも鮮明に覚えてる、はあ、高校生の時の修学旅行で東京に行ったんだけど、はい、その時に、まあ、あの親からお小遣いもらったんだよ。確か3万くらいもらって。結構もらいましたね。そう、結構もらったのよ3万ぐらいもらって東京行くじゃん、はい、行きました。東京行って、で、まあそのなんだ、行きたいとこがあったんだよね、まず最初に。はい、その俺高校生の時すっごいポケモンが好きで、ポケモン、そう、大好きで、はい、で、あのポケモンセンターがまだ四国にない時だったんだよね、はい、で、あの県外に行かないとポケモンセンターがなくって、で、その東京に来たから、まあ、ちょうどいい機会だから ね、 そうですね、ポケモンセンターに行って、まあ、いろいろグッズを見てみようと思って行ったんだよ、はい、行きました。行って、そこで親からもらった3万円、その軍資金を全部使っちゃったんだよね。なんと全部、そう、全部使った。綺麗に3万使ったよ。何に使うのって、そんなに。そう、何に。まずぬいぐるみだよね。ぬいぐるみ、そう、等身大の、はい、等身大の、そう、等身大のぬいぐるみを3つ買ったんだよ。3つ。そう、だいたいその等身大のぬいぐるみって1つ、まあ、大きさによってまあ値段は変わると思うんだけど、はい、まあ、1つだいたい6000円とか7000円、7000円、うん、するんだよね。それもまあ3つと、うん、お高いですね。まあ、6000、7000、うん、まあ、そこで約まあ2万ぐらい使って、はい、残りの1万はまた別 の、 別の、まあ、ポケモンのカードとか、ね、ード遊んでたから、そのポケモンカードのグッズとか、はいはい、アクセサリーとかいろいろ買ってお金が消えました。お母さん泣きますよいや、ほんとね、あの自由時間があって、はい、その時にポケモンセンター行きたいってなって友達と一緒に行って、はい、そこで全部お金使って最初に行ったんだよ。自由時間の一番最初にそのポケモンセンター行って、等身大のぬいぐるみ等々全部買って、で、両手にもぬいぐるみ等は持ってなんでその時送ってもらわなかったんだって、あのすごい言われたんだけど、こんなこと俺の知恵にはなくてなくてなくて、もうずっと一緒にいたいから。あ、そうですね、ずっと手に持って移動して、もう、はい、もうめんどくさかったよ。一番最初に行ったからさ残りの時間のね、残り全部自由時間ぜー全部ぬいぐるみを抱えて移動してたんだよ。大好きなポケモンと一緒、大好きなポケモンと一緒に、はい、そうだよ。で、帰ってからね、はい、お母さんに言われたよ。なんか大きいの買ってきたね、何買ってきたんって、ポケモンのぬいぐるみ買ってきたってすっごい笑顔で言ってさもう何しに東京行ったんと、そんな通販でも何でも買えるじゃん。いや、東京のポケモンセンターで買ったんだから価値あるよって。なるほど、面白かったよ。すごいネタで使われたから本当に修学旅行行って速攻で3万パーにしたんだ。パーにしたんですね。そうだよ、今も家で、ね、あの押し入れに入ってます。押し入れに、押し入れにそう、押し入れに入ってる。思い出を押し入れに閉じ込めてるんですね閉じ込めてますそう。で、逆にサイピーは何かある？旅行での思い出とか。そうですね、
去年ぐらいに家族と一緒に京都に行きましたね、うん、京都か、はい、まあ、情緒ある風景に心を癒されましたね、うん、金閣寺とかはいあるもんね。そうですね、めっちゃ金色だったわすごい覚えてる、金閣寺だけ覚えてる、金色に光っちゃって。そう、修学旅行で行ったんだよ、中学生の時。あ、行きましたね。あ、なんか清水寺、清水寺、うん、いろいろあったけど、はい、金閣寺だけは覚えてる。もう、うん、存在感が、存在感はあったで、なんかなんかね、大きい像があるじゃん。はい、ありますね。なんかすごい、何なんていうのか分かんないけど、オラオラみたいな感じの木造が2体、はいはいはい、阿行と運行、阿行運行か、はい、そう、そいつらがいてさずっとそれのこう何真似をしてたの覚えてる。あ、やりがちですよね。やってたよ、阿行運行合わせて運慶とかやったりしてました。やってねえやってねえ、そこまではやんなかった。さすがにそこまでは、そこまではやってなかった、はい、で、その京都に行って、はい、京都に行ってはいろいろ見ましたね。ちょうどもみじの時期だったんですよ、うん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 、だからもう川沿いに一面にもみじの木、赤色、もう美しくて映えーってやつ。そうですね、なるほど、いいな。じゃあ秋に行ったんだ。はい、秋に。いいね、よかったですよ。修学旅行でも行ったんじゃないの？そうでもないの？修学旅行、中学生の時とかに行きそうなイメージある。はい、行きましたけど、うん、まあ、なんか紅葉とかそんな感じでもなくて、うん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 、もう普通観光地をひたすら巡ってました。はあ、なるほどね。なんか、はい、そのガイドさんがいてさ、ガイドさんが、うん、僕が行った時、まあ、まあ中学生の頃なんだけど、その時はあの、まあ、バスガイドさんもいたし、うんうん、その何お寺を一つ一つ回っていくじゃん。あ、それ の、 そのお寺についてのこう、まあ、物知りさんのガイドさ ん、 物知りさんそうガイドがいて、ずっとお話を、はい、みんな聞いてたのを写真で撮られてて、そのアルバムでそう知ったんだけど、その時のね面白いエピソードがあって、はい、その京都に僕たちも行ったんだけど、はい、その時ね、まあ、鹿がいるじゃん。鹿いますね。そう、鹿いるんだよで写真撮るじゃん、記念撮影するよ、はい、撮りますね、って言って、で鹿と一緒に撮ろっかってなって、はい、で、まあ、僕らのクラスも撮ってたんだけどさ、はい、まあ、鹿が全部、まあ、3頭いたんだけど、その時全員お尻向けてんのよ。あー、あるあるですね。違うんやで、いや一頭でもね、カメラ目線じゃなくてもいいから、そう、前向いてほしかったんだけど、いくら待ってもみんなお尻向けてて撮ってない時前向くのよ。あー、そう、生徒たちがこうペチャクチャ喋ってる時前向いてて、じゃあ今向いてるから撮るよ撮るよ、はいはい、ポーズポーズ、はい、チーズって、パシャって撮ったらみんなお尻向けてんだよそう、生徒だけ顔をね、みんな見てるのに、撮ってね、ポーズも決めてんのに、鹿さんは鹿だけお尻向けてんのよ。はい、その写真しかなくっていや、もうほんと今家にも飾ってるんだけど面白いよ、みんなお尻向けてるんだから。鹿さん可愛いよね、まあ、可愛いから許す、はい、許しましょう、許しましょう、はい、はい、いや、でもね、八つ橋も美味しかったよね。美味しいですよね。食べなかった？食べた？食べました、大好きです。八つ橋めちゃくちゃ美味しいんだよ。八つ橋美味しいです。お土産で買って帰ったよ。絶対買います、八つ橋。絶対買うよね。はい、あー、やばかった、また食べたいな。食べたいです。いや、誰か買って送ってくんないかな、食べたいな。また京都に行って八つ橋を買って食べましょう。食べましょう。はい、はい、以上、新居浜情報でした。さて、そろそろお時間がやってまいりました。サイピーちゃん、はい、今日のラジオはいかがでしたか？はい、とっても楽しかったですが、あまりちょっと緊張してしまってうまく喋れなかったところもあるので、うん、次はもっと積極的におしゃべりしたいなと思っています。また一緒になった時よろしくお願いします。お願いします。トライ&エラーではお便りを募集しております。メールアドレスは pmt-seiyu@kawahara.ac.jp pmt-seiyu@kawahara.ac.jp です。すべて小文字です。次回の放送は7月24日です。また次回もこの時間にお会いしましょう。それじゃあ、バイバーイ。